月と7つのサイドの連携を強化し、中央を間引きした経済圏を確立する、すなわちサイド共栄圏の建設。はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルギジです。では今回はアーソバインをガンダム1年戦争をもとジオン軍プレイサイド共栄圏建設物語続きを、行っていきたいと思います。現在の状況ですね、簡単におさらいしておきましょう。国家方針の中で、こちらのサイド共栄圏ですね、これの建設を完了しています。この次のステップとしてはスペースノイド独立宣言、これで事実上の連邦政府に対して宣戦布告を行うことになります。で、宣戦布告を行った後はですね、コロニー落とし、隕石落としを行って、さらに地球侵攻作戦を発動していくという流れになるんですけども、この時、軍需物資、軍備ですね、これがどれだけ整っているか、備蓄できているかによって、地球侵攻作戦の難易度、だいぶ変わってきます。なんで、ここからしばらくの間はですね、軍需物資、これをひたすら生産して、軍備の増強、拡大、これを行っていきたいと思います。で、その間に行っておく国家方針なんですけど、まずこのサイド研究協定、これを進めます。さらに、国家総動員法ですね、これが終わるのを待って、陸軍、海軍、宇宙軍の装備を、この後、継続方針を解禁させて、採用していきたいというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。ちなみにですね、シャートからアンバラル、あとは黒い三連星、ガイアとかはですね、この後、昇進をさせて、指揮できる師団の数を24まで増やしていきたいなというふうに思っています。現状だとですね、シャーであれば3師団、ランバラールも3師団、ガイアも3師団という状態なので、彼らを、ね、昇進させて、優秀な戦闘力の高い、シャーなり、ランバラールなりっていうものを地球侵攻作戦でね、存分に活躍してもらいたいというふうに思っています。試しに1個じゃあ昇進させておきましょうか。シャーを昇進させましょう。これで、シャアが24師団指揮できるように、アップデートされたという、こういう状態ですね。なんで、これと同じことをですね、ガイアと、ランバラールと、行っておきたいと思います。研究枠の方ですが、ここはですね、ドームが地球上で特に強力なので、ドームまではね、一気に突っ走りましょう。では、時間を進めていきましょう。イベントでミノフスキー博士の亡命ですね。これもガンダム・ザ・オリジンの中で出ていたエピソードだと思います。亡命を阻止するか、亡命させるかなんですけど、これ確率で死亡したと思います。ここは亡命を阻止しておきましょう。劇中の中ではね、ランバラルが、これを阻止しようとね、動いたと思うんですけども、同じようにここは亡命を阻止していきます。亡命とかってね、どうなんでしょうね。あとは海外移住。亡命とはね、ちょっと全然違うと思うんですけど、海外移住とかね、憧れますよね。憧れだけじゃなくて厳しいこともいっぱいあるとは思うんですけど、やっぱり僕だったら、タイとかにね、移住したいなぁと思いますけどね。お金があって、体力もあってっていうことであれば、もちろん本当に、タイとかに行って、毎日ね、いや毎晩かな、ゴーゴーバーとかに通ったりするとね、楽しいんだろうなぁとは思うんですけどね。はい、先ほどご覧いただいたミノフスキー博士の亡命イベントですが、ミノフスキー博士は月で死亡という、原作というかガンダム・ザ・オリジンと同じ展開になっています。国際緊張 5% 高まると。いう状況に陥っています。はい。マルティン・プロホノーの実績を解除と出ていますけども、この実績っていうのがですね、イベントだったり、ディシジョンだったりっていったものをこなしていくことによって、ここに実績を解禁するスロットが用意されていて、これが解放されていくことになります。で、今、マルティン・プロホノーを解禁しましたけど、これによって政治力の獲得、プラス 1%。
空軍の経験獲得 1%、 英語との識力獲得倍率 1% というようなボーナスが手に入ります。同じような形でですね、例えばここであればランバラル隊、彼らを実績解放していくと同じようにボーナスが得られるという仕組みになってますので、実績解除できるものに関しては積極的にやっていってですね、まあそれぞれのボーナスを獲得して、底上げをしておきたいと思います。で、研究の方なんですけども、現在ですね、水星エンジンの方に力を入れてまして、この意図は何かというとですね、この後、まあ本来、優先度としては低いものだと思うんですけども、この、ザクスナイパーを入れたくてですね、このザクスナイパーを入れるためにはビームスナイパーライフルを、解禁する必要があって、このビームスナイパーライフルを解禁するためにはビームライフルを解禁する必要があって、ビームライフルを解禁するためには今研究しているビームキャップですね、これを解放する必要があるので、この順番を今追ってってるという状態です。なので少し遠回りになりそうなんですが、師団編成にザクスナイパーを入れたいがために、そういう研究を今入れていっています。ザクスナイパーがやっぱ輝いたのがね、ガンダムユニコーンの中で、すごくかっこいい描かれ方をしていたので、まあはっきり言ってガンダムユニコーンまではそのザクスナイパーなんて見向きもしないモビルスーツだったんですけど、ガンダムユニコーンのねダカールの戦いを見て以降、ちょっと気になる存在になっていたら、この一年戦争モッドの中にザクスナイパーの研究枠があって、解放すると師団編成にいられるので、まあ、これを見つけてしまったからには研究したいですよね。はい、サイドセブンの建設が進むということで、ちょっと小さいですけど、アムロとテムレイがちょうどサイドセブンに到着した時の様子が書かれてますね、今絵でね。はい、連邦側でも、まあ、いわゆるガンダム V 作戦ですね、モビルスーツの開発計画を行っているという情報をキャッチしています。まあ、我々の方はですね、ドムの次にあたるドワッジ、こちらの生産ができる状態になってますので、ドワッジにビームサーベルと、あとはジャイアントバズを持たせる編成を検討中です。これで地球に降下した時にね、一気に火力とスピードを叩きつけてやろうというところですね。で、研究枠の方ですけども、さらに進めていましたが、ビームライフル、これの研究が進んでいます。ビームライフルの研究が終わった後はですね、先ほどお話した通りにはなりますけども、このビームスナイパーライフル、この研究を行っていよいよ開戦という段取りを考えています。モビルスーツの方はですね、この後ドワッジまで行ったので、ドワッジの後高機動型ザク、さらにゲルググというふうに進んでいきたいと思います。ではようやくザクスナイパータイプ、まあ、いわゆるザクスナイパーですね、これの研究ができるようになりました。経験値ボーナスもかけて2週間で生産できる状態に持っていきましょう。これで、モビルスーツの編成に入れてですね、一気に回線まで持っていこうというところですね。よって実弾映像の改良を今行っているんですけども、この国家方針完了次第ですね、スペースノイズ独立宣言を行って一気に連邦政府に対して宣戦布告を行っていきたいと思います。もうすぐ開戦というところまでね、来てますね。で、生産のラインの方なんですけども、今、まあ、ザク2は作ってるんですけども、あとはですね、サーベルは、ヒートサーベルまで、マシンガンも、モビルス用のマシンガン3まで進めています。このあたりで一気にね、敵を制していければなというところですね。あと、マゼラトップとドップ。これは、来たるべき地球侵攻作戦に備えて生産を開始しています。で、地球上で主に使おうと思っているのが、このドワッジですね。ドワッジの生産量をもうちょっと増やしていきたいんですが、現状その余裕がないというところかな。では、国家方針ですが、いよいよこちらにあるスペースノイド独立宣言を行っていきます。70日後に、地球連邦政府に対して、独立宣言を行って宣戦布告、同時に開戦になります。で、この後の国家方針もですね、もう方針を伝えしておきたいと思います。地球侵攻作戦を行うにあたって、まずこの重力戦線ですね、
これを解放させます。強襲上陸の準備期間マイナス 30%、 師団式統制率プラス 50%、 師団の回復率プラス 30% を1年間得ることができるので、地球侵攻作戦と同時にですね、これを発動することによってすごく効率的に地球を制圧していくことができるので、これは同じタイミングで発動していきたいと思います。で、その後は兵站の確保、現地徴用、このあたりを行って、軍備、特に人的資源ですね、人的リソースの確保を最優先していきたいと思います。ではスペースノイド独立宣言まで時間を一気に進めていきます。はい、スペースノイド独立宣言を行いました。これで、地球連邦政府に対して宣戦布告も同時に行ったという状況です。ここから重力戦線をね、先ほどお話した通り解放させていきたいと思います。で、これを解放する条件としてですね、前提条件といったらいいかな、ありまして、それがこの地球方面軍の設立になります。これを30日間かけて、解放していきましょう。で、その間の国家方針なんですが、30日間もったいないので、この間ちょっとでも生かすために造船所の出力 30% ボーナス得られる海軍の生産を30日間だけ行っておきます。海軍の方もですね、だいぶ強くなってまして、宇宙軍って言ったらいいかな。で、まずドズルザビ10条のところにはですね、グアジン級3隻を配備した高火力の主力艦隊という位置づけで、合計51隻グアジン級3隻、あとチベ12隻、主力艦扱いが15隻ですね。さらにギレン総帥は自らですね、月から大気圏にかけてパトロール、さらにコンスコンもそれに付き従う形にしています。スキルもいくつか付与してまして、例えばこのね、煙幕の専門家とかこういうものも入れています。さらにドズルザビ中将も同じようにですね、いくつか入れていまして、巨砲主義者、これ主力艦の攻撃力プラス 15% のボーナスですね。あとはですね、将軍枠も使ってましてご紹介しておきましょう。まずドズルを宇宙軍の司令官として採用してまして、これによって宇宙戦艦、宇宙巡洋艦の攻撃力さらに 15% のボーナスですね。先ほどの個人的なスキルに合わせてプラス 15% のボーナス、こういうことを少しずつ入れていっています。では宇宙軍が設立されたらね、早速降下作戦の方を始めていきたいと思います。あとですね、この地球寒冷化作戦もね、行っておきましょう。サイド5近郊で大規模な艦隊戦、いわゆるルーム戦役と呼ばれたやつですかね。ちょっとずつ、連邦との戦い激化していくと思いますので、しっかりここはケアをしていきたいと思います。アクシズの移動開始、これは先ほど発動させた地球寒冷化作戦の一環ですね。アクシズが地球圏に向けて移動開始、さらにモビルスーツを先生に投入というね、イベントですね。実際にはまだ戦闘らしい戦闘、思い切ったものは発生していませんけども、イベント的にはこういうものも発生してきています。地球降下作戦の中でね、存分にモビルスーツの恐ろしさを連邦に思い知らせてやろうということで、今ドアージの生産量なんかもご覧のようにね、ちょっとずつ増やしてますね。小惑星のアクシズは地球に降下、落着させることに成功して、こんだけの損害を与えましたね。航空母艦2隻、ミサイル駆逐艦200隻、巡洋艦5隻、さらに潜水母艦、潜水艦、それぞれ5隻、20隻を破壊しています。民事工場、軍事工場、インフラ、それぞれ大ダメージを与えていますね。
では研究枠の方ですが、ゲルググを研究していきましょう。でさらにですね、ガトー、ライデン、シン・松永、この辺りが雇えるようになってますので、指揮力に余裕がある今のうちに、そうだな、ガトー、ライデン、あとはシン・松永、この辺りは雇っちゃいましょう。ただおそらく雇い始めたこの段階だとまだ3師団しか指揮できない状態かなと思うので、ここは昇進させて一気にね、彼らを使える状態にしちゃいましょうか。先ほどね、アクシズ落とし地球寒冷化作戦に、伴って奇跡の子供たちということで、これガンダム NT、ガンダムナラティブの中で出ていたね、エピソード、イベントになっています。これに関連したものですね。はい。地球方面軍設立完了です。これで国家方針のですね、今海軍の生産に割り当てていたものを、重力戦線、ワシワマイオリルを行っていきます。ご説明した通りですね、かなり強力なボーナスがつきますので、これで地球降下作戦を発動していきます。第1次地球降下作戦、どこに部隊を降下させるかというところなんですけども、まずは、史実に近いシナリオを考えてまして、ヨーロッパオデッサですね、ここに第1次降下部隊を、そして時を待たずして第2次降下作戦として北米に部隊を送っていきたいと思います。この時のためにね、部隊をだいぶそれこそ備蓄と努めてきましたのでね、存分に使っていきましょう。まあ第一陣としてはこれくらい送っておきましょうか。ではモビルスーツ40師団を中心としたご覧の部隊をオデッサに降下させていきたいと思います。降下開始です。で、降下するとですね、部隊が、こんな形で、ドーンと落ちてきている状態ですね。なので、これをまずオデッサまでね、編成して向かわせていきましょう。では、指揮官の割り当ても行いました。シン・松永、ジョニー・ライデンをオデッサ方面に向かわせます。で、アナベル・ガトーとガイア、これをね、合流させて、一気に大きな、軍団をね、編成してしまいたいというふうに思っています。序盤ではね、特に全く問題なく、連邦を圧倒できるかなと思いますので、間髪入れずにですね、第二次降下作戦、これをね、この後行っていきたいと思います。ぐんぐんと進んで一気にオデッサまでね、部隊は進めると思います。オデッサを制圧しちゃいましょう。オデッサを制圧完了ですね。早い。オデッサを制圧したことによって、この第2次地球降下作戦が行えるようになりますので、第2次地球降下作戦として北米に部隊を送り込んでいきましょう。これで連邦の息の根を止めていく。合計で60師団。50師団ほど送り込みましょうか。これでニューヨーク、キャリフォルニア、ここもね、取っちゃいましょう。北米の方を見ておきます。ご覧のような形でニューヨーク、そしてカリフォルニアに部隊が降下したという状態です。これで北米をね、一気に制圧していきたいと思います。でこの後の研究枠なんですけども、この後ですね、海軍での戦いというのも出てくるので、ズゴックの研究を行っていきたいと思います。これですね。このズゴックの研究を始めていきます。では、今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。しっかりね、地球侵攻作戦を行っていこうと思います。